えー、皆さん初めましてドリオンと申します、えー、朝も上げたんですが音響が今日すごい上がってるということでまあ自分も、あのー、18円で17円と18円ですね1万5千株買ったのでまあ上がってくれて嬉しいんですが まあパーセントでいうと今あの7円で41%上昇ということで、まあ、23円になると35%なんでまあ35から今412、まあ、倍2倍じゃないですね1.5倍まではいかないですが4割上げるっていうのは結構1日だと大きい動きなんで40%上昇。 まあこのあとまあ今日残りの時間でまあ行く可能性ありますよね出来高もすごい9000万になってるのでえー、ラストの時間で一気に買い上がる可能性はあります多分多分でもう間違いなく今日今月最後なので 会社の方から何か、えー、発表があると思うんですが、まあ、確実とは言えないですがまあ昨日の、えー、皆さんが知っている通りのニュースというか現在の歩みを見ていくとな大丈夫なんじゃないかなという。 方が、見方が強いっていうのが、まあ、この株価に現れてますよね。で、まあ、二十四円。あと、まあ、三百万売りがありますけど。どうですかね、これ超えれれば。だいぶ大きい。じゃないかなと。 このもう23まで来ると2324まで来るともう直近で高値がこの前にあったあの30なのでそこまではこう当たるものというかね目安になるものないんで,で逆にもう30超えちゃうと こここですね、この35の窓かぐらいですかねちょっと面白くなりそうな感じですが、まあ、この後の発表に期待をしてまあ今日はあの音響でホールドしてた方というか 上がってほしかった方にとってはもう40%上昇なので、まあ、おめでとうございますということで残りラスト10分ちょっとですがもしかすると近いうちに35の窓を埋めるもしくはまあ今日のこの後の会社からの発表をちょっと期待して。 えー、待ちたいと思います。ありがとうございました。